公共曲第59番委長長法冒券 I-59 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲した公共曲カ事の愛称で知られる。いわゆるハイドンのシュトゥルムウント・ドラング器の公共曲に属するが、同時期の第41番や第65番と並び、娯楽性の高い作品になっている。実質原稿は残っていないが、1769年と、 記された筆者譜があり、H.C. ロビンス・ランドンは1766年から1768年の間に作曲されたと考えている。この公共曲には、感情楽章に、オーボエとホルンが登場するが、そうにアげるラッハによれば、1767年以前のハイドンの公共曲の感情楽章では、弦楽器のみを使用しているため、1768年頃の、 作品であると考えている。カジという愛称は、ハイドンの他の多くの公共曲と同様に、ハイドン本人によるものではない。ある筆者譜には、1774年に、エステルハーザで、カール・バール一座によって、劇、カジが上演された時に、その付随音楽として作曲されたと書かれている。1774年に、エステルハーザで、大火事という劇が上演されたのは事実だが、 上記の年代と矛盾するために、この記述は疑わしい。ただし、曲の特徴から、この公共曲の少なくとも一部分が、月記不図音楽に由来する、可能性は高い。大声へに、ホルンに、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、低音全音楽章、演奏時間は、約24分。ありがとうございます。